もう僕お腹ペコペコだよ。ラーメンは絶対あげないよ。カシ君、それだけで足りるの？まーちゃんにだけは言われたくないんだけどって。あれ、金魚そこみたいだね。何かあったのかな。最近妖怪ろくろ首が出現してるみたいです。夜になると血を吸われるみたいなので注意してください。え、ろくろ首？不気味だな。夜になるとって言ってたし、急いで食べて早く寝ようよ。え？ん？何の声だ？外から聞こえたけど。え？あれってもしかして、ろくろ首なんじゃ。まずいよ、もうこの村に来てるんだ。あ、みんな血をそれちゃうんじゃないの。おいら血いないんだけどね。バナナは果汁を吸われるのだ。いやいや、二人ともふざけてる場合じゃないよ。とにかく家の中が見えないようにブラインドを閉めておこう。ろくろ首は確か朝日に弱いって聞いたことがあるから、今晩はここで身を潜めて明日何か対策を練ろうよ。もういい。おいらたちがろくろ首を倒せるように応援してくれる君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。おはよう、バナくん、まーちゃん。おはよう。早速ろくろ首の対策していこうよ。でも一体どうするの？そんなのは言ってから考えるよ。だね、まずはろくろ首がいないかちょっと様子を見てみようよ。あれ、まあね、本当にいないかな。やっぱりろくろ首は朝になると姿を消すみたいだね。今晩だったらまた来るかもしれないから早く作らないと。ところでバナオくん、一体どうやってろくろ首を倒すつもりなの？全然考えてないよ。そこ、いやいや、ろくろ首は噂によると首が伸びる妖怪で血を吸うらしいから、それをうまく利用したらいいんじゃないかな。それだったら迷路を作ればいいんじゃない。迷路？迷路に誘い込んで首をがんじがらめにしてやるんだよ。その作戦乗った。すごい作戦思いついたのだ。よし、早速作っていくよ。まるで、でも自分たちが迷わないように気をつけないとな。特にバナー君気をつけてよ。俺らには野生の勘っていう必殺技があるからね。頼りになりなんだ。こんな感じで道を組んでって、3段ぐらいに積み重ねて、野生の勘が働かなかった時のために目印のダイヤモンドブロックを置いていくよ。ろくろ首の首の長さには実は限界があって、その長さを超えると体から首が抜けちゃうらしいんだよ。それなら迷路は超いい作戦だったんじゃないの。きっとぐるぐるに迷って抜けちゃうよ。誰が考えたの？天才じゃない。だから首が抜けた状態で朝日を浴びればきっと成仏するはずなんだよ。いや、虫かい。いい感じの迷路ができてきたね。これならろくろ首もきっとがんじがらめになるよ。これでもう勝ったも同然だね。でもやっぱ迷路だけじゃ不安だし、他にも何か作った方がいいんじゃないのかな。これならこの迷路の出口からつながっているこの炭鉱に次のセキュリティを作ろうよ。どんなセキュリティを作るの？のママ、二人とも、とにかく僕についてきてよ。まあ、ついてきたけど、こんなところで何するの？まずは、持ってきたろくろ首から逃げるために、トラックを設置。そして、すぐに取り出せるようにボタンを置いて、ここに、こんな感じでね、パワードレールを敷いていきます。でも、これが一体どうなるんだろう？セキュリティってより、逃げるだけってことだね。いやいや、バラ君分かってないな。このトロッコで、僕たちは逃走経路を確保しながら、追ってきたろくろ首に、次々と仕掛けたセキュリティを当てていくんだよ。そのために使うのが、このディレクターレール。あ、何それかっこいいよ。この上をトロッコが通ると、回路に反応して、トラップが作動するんだよ。なるほど。じゃあ好きなトラップ仕掛けていいの？そういうことです。よーし、頑張っちゃうぞ。よし、それなら早速トラップを作っていくのだ。まずはディスペンサーを横につけていって、この中に弓矢を設置。あとはこのディレクターレールとディスペンサーをレッドストーンでつなげていくだけなのだ。よし、じゃあド派手なやつを作っていくよ。一体何を仕掛けるつもりなの？ここにPLT を敷き詰めて、この上を走ったら一気に爆発するっていう寸法だよ。なかなか恐ろしいのだ。でもこれだけだとちょっと心もとないよな。よし、またいい考えがあるのだ。この上を今度は掘って
て、黒首が通ってきたら、このディスペンサーからマグマが垂れ流れるようにしていくのだ。でも黒首の首は本体から離れていて、幽体離脱っていう噂もあるからな。もしかしたらマグマ効かないかもしれないよ。これじゃあ他に当たる攻撃なんてあるかな。幽体離脱ってことはあれしかないね。出てきて。よし、ここに早速ディスペンサーセットしていくよ。え、でも一体その中に何入れるの？ん？これだよ。バラ君、バラ君。ん？見えないんだけど。これこれ。火の玉だよ。ファイヤーチャージを幽霊の火の玉とかけて、それで攻撃するってこと？そうそう。これなら絶対効くはずだよ。確かに、それに仲間だと思ってあんまり警戒してないかも。安心して近づいたところに、ヒーハーってなるっていう寸法だよ。ならないな。よし、出口を作るぞ。まるこれだけあればもう安全だね。いや、でももしかしたらもっともっと六六首の首は伸びるかもしれないから、外に何かセキュリティを作っておいた方がいいかもしれない。よし、作ってくよ。まるバラ君マージョン待ってよ。って何この床、何を作るつもりなの？ここには六六首の首をもっと伸ばすための高台を作っていくのだ。頑丈なダイヤモンドブロックで高く高く上まで積んでいくよ。え、でもそんなに高く作っちゃったら僕たち一体どうやって登るの？はしごじゃ追いつかれちゃうよ。二人とも聞いてる？それならおいらにいい考えがあるよ。な、何？よし、見せて。まずはこの辺にディスペンサーを並べて、そしたら中に TNT をぶち込んでって、真ん中にハーフブロック、そして水をまいて、よし、ここにボタンを設置。レッドストーン出すとハヌヌヌンと巻いていくよ。こっちはちょっと邪魔そうだからハーフブロックにしようかな。ちょっと間違えたの。うん、よし、これで完璧だね。これがそんな一瞬で移動できる装置なの？うん、ちょっとまーちゃん試してみなよ。本当に大丈夫かな。行くよ。さあ、行ってらっしゃい。スイッチオン。どうなるんだろう、どうなるんだろう。怖いな、怖いな。なんか怖いよ。大丈夫これ。うわ、帰ってきちゃったな。ちょっと低いからもうちょっと高くしないと死んじゃうかもね。でもこの装置すごいぞ。これに合わせてセキュリティタワー作っていこうよ。まる。うわぁ、いい感じの高さで作ったな。よし、行ってみるぞ。うわぁ、すごいよ、バラオ君、モアちゃん。空高く待ってたね。カッシー君が遊んでる間に完成したのだ。これだけあったら安全だね。もう十分でしょ。いやいや、待って、二人とも。もしかしたら天気が悪くなって雨が降っちゃうかもしれないよ。そしたら日の光は当たらない。だから、さらに雲よりも高く上を目指した方がいいんじゃないかな。まあまあ見ててよ。まずはここにレバー、そしてレッドストーン、さらにその先にトラップドア、そしてこの上にオブザーバー、粘着ピストン、そしてスライムブロック、これと向かい合わせになるように下向きにオブザーバー、そして粘着ピストン、さらにスライムブロックをつけます。これってどうやって乗るの？お、バナオ君、いいところに気がつきました。最後にこの周りに僕たちが乗るための足場を組んでいって、これでポッピンズロケットの完成だよ。かっちょいいね。いい名前なのだ。よし、それじゃあ早速乗ってみてよ。まる、楽しみなのだ。それじゃあ発射します。はい、スイッチ1ポッピンズ。おお、かっちょいい。すごい、どんどん上がってるのだ。これだけ高く来てたら絶対大丈夫だね。さすがにここまでは来れないと思うけど、登るときはこの上のレバーを引けば僕たちは下に戻ることができます。あー、バラちゃん気をつけてよ。気をつけるよ。あー、じゃあねー、バラちゃん。大丈夫？メロのところで待機するよ。まるー。よし、マジで僕たちも向かおう。来ないね。とりあえずご飯でも食べる？いや、待って、何か声が聞こえない。え、あれってもしかして六六首じゃない？こっちに来てるのだ。うわぁ、首伸ばしてきてるよ。まずい、マイラに入ろう。急いで。よし、え、どっち？こっちこっち。六六首どうなってる？
来てる来てるよ。まずまずい、道に迷っちゃったね。僕たちが迷ったら元も子もないじゃん。どうしたらいいの。バルクしっかり、落ち着いて、深呼吸。そう、深呼吸よ。来てる、ま、迷っちゃってる。あ、まーちゃん、こっちに来たぞ。印つけたんじゃなかったの。あ、どうなってる。出口に近づいてきたよ。よし、六六身を持って、もうすぐそこまで来てる。どこ、どこに行ったらいい。こっちだよ、こっちこっち。ここか。よし、よし、なんとか六六身を巻くことができたぞ、うん、これで封印したし、安心だね。鍵も閉めたし、もう二度と出てこれないぞ。え、うわ、首を伸ばして出口を探してるんだ。追いかけられる前に逃げちゃうよ。まーれ、急いで進もう。よし、次のトラップだ。急いでトロッコに乗って。まーれ、よし、これで逃げるぞ。まーれ、うわ、後ろ後ろ追ってきてる。あー、弓が出だしたよ。よし、いいぞいいぞ。で、あれ全然聞いてないね。よし、次は TMT だ。どうなってる。あれ、爆発しないぞ。通り過ぎてきちゃうよ。うわー、六六身が吹っ飛んでったぞ。あー、持ってきてるよ。次はマグマの壁だよ。あー、マグマが垂れてるね。どうなるの。そのままマグマを突っ切ってこっち来てるよ。あー、追ってきてるね。バナオくん、火の玉は警戒しないって言ってたよね。おい、火の玉が出てるね。え、全然食らってないよ。見向きもしないのだ。とにかく急いで炭鉱から脱出しよう。もうね。よし、セキュリティタワーに登ろう。お願いします。はる、頼むぞ。大丈夫かな。うおー、結構痛かったよ、バナオくん。威力がすごいのだ。外の様子どうなってる。うん、どうなってる。え、どうしたの。うわ、複雑に絡み合ってるね。めちゃくちゃ伸びてるのだ。中はどうなってるのかな。さっきは追ってきてなかったと思うんだけど、回ってきてるよ。すごいスピード。早く逃げないと。急いで乗って。あれ、トッピングロケットスイッチオン。よし、行ったぞ。ロックバトルはどうなった。来てるよ来てるよ。あー、早いね。まずい、僕たち追いつかれちゃうかもしれない。同じくらいの速さなのだ。明るくなってきてるね。足跡つかんだ。あー、でも止まっちゃうよ。嘘でしょ。止まっちゃったね。僕たちより上にいる。でもなんか様子おかしくない。まずい、僕たちもう逃げ場ないぞ。地図どこ。朝日が昇ってきたから、成仏しちゃったのかな。やったー。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくねー。